自由インドカリ政府、エイハー・ジー・ハクマートイい、イザド・ハインド・プロビナネル・ガバメント・オブ・フリー・インディア国の、兵庫自由インドカリ政府は、1943年10月21日から1945年8月18日に、かけて存在したインド独立運動の活動家による、団体。インドの暫定政府として、日本占領時期のシンガポールで樹立され、 日本軍の軍政に関与する形でアンダマン諸島とニコバル諸島を統治した。1757年のプラッシーの戦いを機にインドではイギリスの植民地化が進み、1858年にはイギリス領インド帝国が成立した。これに対し、インド人の間ではインドの即時独立を目指すインド独立運動が展開され、運動はインド本国から隠居が多数居住する。 東南アジアにも波及していった。また、ラース・ビハーリー・ボース等の日本へ亡命した活動家により運動は日本にも伝播し、日本人の中にインド独立運動を支援する人物も現れるようになった。日本は1941年12月に太平洋戦争を起こし、その後イギリスの植民地を含む東南アジア各地域を占領した。これを受けて1942年に 第二次世界大戦前より亡命先の日本でインド独立運動を行っていたラース・ビハーリー・ボース、率いるインド独立連盟と同じくシンガポールやバンコクを拠点に独立運動を行っていたインド独立連盟が合流してインド独立連盟が設立され、ビハーリー・ボースが初代議長に就任した。その前後にかねてより植民地軍として駐留していたイギリス軍を 構築し、日本が占領した、マレーやシンガポールでは、捕虜となった、英陰軍将兵の中から志願者を募って、インド国民軍が編成された。その長には、最初に、日本軍に投降した元英印軍の隊員であった、モハン・シンが就任した。しかし、シンは親、イギリス的思考が強かっただけでなく、軍内において、自身に対する、個人的利益を優先させた上に、 そもそもが大意というか旧士官に過ぎなかったこともあり、数千人を数える規模となったインド国民軍を統率することは困難であったため軍内に大きな混乱を招いた。そのために、インド国民軍はビハーリー・ボース率いるインド独立連盟の管轄下に入り、その後連盟内で孤立したシンはインド国民軍司令官を罷免される。しかし、このような混乱の中で、 自ら調停役として立ち回り、振動を重ね体調を崩したビハーリー・ボースは、1943年7月4日に、シンガポールにおけるインド独立連盟総会において、インド独立連盟総裁と、インド国民軍の指揮権を、独立連盟幹部のエ m ム・ナイルの提唱により、総会に先立ち亡命先のドイツからシンガポールへ来たスバス・チャンドラ・ボースに移動し、 自らはインド独立連盟の名誉総裁となった。チャンドラ・ボースとガーンディ兼ねてから国民会議派の中ではインド独立のための準備政府の樹立が唱えられており、チャンドラ・ボースも1939年10月にはインド帝国政府に対して仮政府樹立の要求を行っている。また、ドイツ亡命時にも仮政府樹立についてドイツ政府へ働きかけているが何の回答も得られなかった。 1943年6月7日、チャンドラ・ボースは、茂光オイ外相宛ての覚書きで、自由インド仮政府の樹立を提案し、6月11日には、東条秀樹首相に対しても仮政府樹立を求めていた。ビハーリー・ボースやインド独立連盟、さらに日本の関係者は、このような構想を全く持っていなかった。東京では、この提案に難色を示す動きもあった。 日本外務省は、本国領土を持たないで、仮政府を亡命政府として承認すれば、本国に領土を持たない自由、フランスや大韓民国臨時政府に対しても、理論的承認を与えることになると危惧した。そこで、太平洋戦争初期に、日本海軍が占領したベンガル湾のアンダマン諸島とニコバル諸島を仮政府の領有とさせ、デファクトの政府として扱い、 国家承認を行わない案を検討していた。チャンドラ・ボースは日本が態度を明確化しないと独立運動に悪影響を与えると働きかけた。この結果、10月6日の大本営政府連絡会議において仮政府受立は承認された。10月21日、シンガポールで開催されたインド独立連盟総会において仮政府受立が宣言された。 この日にチャンドラ・ボースが国家主席兼首相に就任し、ビハーリー・ボースを最高顧問に置いた他に5人の大臣を置いた。また、仮政府は戦闘組織であると定義され、イギリス・アメリカの帝国主義の追放を目的とするものであった。また、インド独立の暁には、インド国内において正式な政府を設立する予定であった。インド独立連盟からそのまま、 インド国民軍を引き継ぎ、国防省も兼務したチャンドラ・ボースがこれを率いた。しかし、インド国内における独立運動の主流派であった、マハトマ・ガンディやジャワハルラ・ラール・ネルー率いる国民会議派主流派は、連合国として参戦したインド帝国政府に対して、参戦の理由を問いただし、掌握していたインド州政府の内閣を総辞職させるなどしていたものの、 数軸国のイデオロギーに対しては反発が強かった。また、1942年8月にクイットインディア運動の指導者全員が逮捕されて運動が壊滅状態になったこともあり、インド国内から仮政府に対して協力する大きな動きは現れなかった。仮政府の樹立は従来一団体としてしか扱われていなかったインド独立運動家が日本政府などに 対等な政府として交渉できる基礎を与えた。しかし、日本政府はあくまで自由インド仮政府という名称を持つ団体として同政府を承認したのであって、国家としての承認は正式政府樹立後に行う方針をとっていた。ただし、第三国の承認は妨げないとしており、これが他の数軸国による仮政府の承認につながった。同年にはビルマ国、ナチスドイツ、 フィリピン第二共和国、満州国、南京国民政府、イタリア王国、タイ王国、クロアチア独立国が相次いで承認を行った。ただしこれらの国との間で外交施設は交換されなかった。1945年2月に日本から着任したハチやテルオの肩書きは特命全権行使であり、しかも正式な信任状を持参していなかった。 チャンドラボースは信任状を持たない施設とは面会しないという立場を取り、結局日本の敗戦まで正式な面会は行われなかった。後の国民軍裁判で沢田蓮三ビルマ大使は信任状に対する数密院の審議と天皇の裁下は行われたが、選便が遅れたために届かなかったと証言した。しかし実際には数密院での審議すら行われておらず、 正式な新任状の代わりに、新任状ではない国書しか用意されていなかった。当時ラングーンにはインド独立運動に関与していた特務機関光機関が置かれており、高機関の超磯田サブロー中将は仮政府に対しても強い牽制を持っていた。八谷の下で一等書機関を務めた柿坪正義は、八谷の肩書きが講師であったのは、 中将である磯田の序列が大使より下になることを、はばかったためであると証言している。アイルランド共和国のデバレラ大統領は、チャンドラボースに祝辞を送った。しかし、中立国は戦争中に、一切の亡命政府を承認するべきではないという、立場により、政府承認は行われなかった。大統領は会議に参加した、各国首脳。左から、バーモー、長経経、王長名。 東条秀樹、ワンワイタヤーコーン、ホセラウレル、チャンドラ・ボース・フランスで、連合軍を迎え撃つ自由インド兵自由。インドカリ政府は、同年10月24日に、イギリスを含む連合国に対して、インド独立のための宣戦布告を行った。同年11月5日、東京都で開催された大東亜会議に、ボースがオブザーバーとして出席した。 オブザーバーとなったのは日本がインドを大統は共栄権に組み込まないという意思を明確にしていたからである。1944年には中印イギリス軍に対する軍事作戦活動を進めるため仮政府本部はビルマのラングーに移転しインド解放のスローガンの下にインド国民軍は日本軍と共にインパール作戦に従軍した。百四十五年八月十五日の日本の ポツダム宣言受諾表明とイギリスをはじめとする連合国に対する降伏、その直後の8月18日の台湾でのチャンドラボースの航空事故死により自然解体した。1945年11月からインド国内においてイギリス植民地政府によるインド国民軍幹部3名をイギリス国王に対する反逆罪で裁く裁判が行われた。 弁護士は自由インドカリ政府が数軸国に承認された国際法上確立された政権であるとして反逆罪に当たらないと反論した。さらに裁判に反対するインド国民会議派及びインド国民による抗議活動が活発化し、被告は結局釈放されることになった。この事件はインド独立運動の激化に大きな影響を与えた。また東南アジア。 中でもマレー半島に多かった同政府のインド系支持者は戦後ジョンサイビを中心にマレーシアインド人会議の源流となったことなどインド独立に与えた影響は大きく現在においてもビハリボースとチャンドラボースをはじめとする仮政府幹部はインドにおいて独立の英雄として高い評価を得ているスバスチャンドラボースラースビハーリーボース AC チャタルジ中佐 SAIR ラクシュミー・スワー・ミー・ナー・タン・ AA カーン・中佐、N.S. ・バガト・中佐、J.K. ・ボーンスレー・中佐グルザール・新中佐、M.Z. ・キアーニー中 AD ・中佐ー D. ロー・ガナー・タン・中佐エヘサー・ン・カーディル・中佐シャー・ナワーズ、カーン・中佐 a サ・ム・サハイ、ジョン・サイビカリ政府は、アンダマン島を、シャヒード、ニコバル島をスワラージと解明、ロー・ガナー・タン中佐を主席理事官として配置した。 これら当初の面積8100平方キロ、人口は3万3000人であった。しかし、占領直後から行われていた日本軍による軍政は、継続され、正式な遺憾は行われなかった。インパール作戦中一時的だが解放した、英領インドの小島とインパールにも自由、インドカリ政府組織が樹立されたが、イギリス軍などの連合国軍の反撃により、撤退している。 ドイツで印刷された自由インドカリ政府切手自由。インドカリ政府は主権国家であると宣言する手段として郵便切手を発行することを企画していた。そのため、ドイツに切手の印刷を発注し、インドへ進軍の暁にはこの切手を発行して使用しようとしていた。しかし、戦局の悪化でドイツからの輸送が困難になったことからビルまで印刷したもので代用しようとしたが、 政権の瓦解によって未発行に終わった。現在では大量に流出しているため、比較的安価な価格で取引されている。ありがとうございます。